はいどうも、ヒコポン、心の声です。今日は、入間川から、オッペ川で釣りをします。まずは前回行った時にスルーしてしまったポイントへ向かいます。春といっても、朝はまだ寒いです。前回、ここで車道側を走って怖かったので、今回はサイクリングロードを走ります。この先には一体何が、と言っても突き当たりはゴルフ場ですけどね。しばらく行くと車道にぶつかるので、ここを渡ります。この道、結構車通りが激しいので、気をつけて渡ります。よかった、すんなり渡れた。今回は、行く場所を忘れないようにポイントを保存してきました。まだまだ先です。行く予定なかったけど、ここにもポイントがあるのでちょっと見ていきます。見てください、ダイソーの自転車の傘入れに釣り竿が良い感じに入ります。後にこれが悲劇を生むのであった。この橋の下ですが、足は悪いですけど、一応投げられそうです。放り込んでみる。右に流木が沈んでます。ああいうところに魚がつくんだろうけど、私が投げると流木にルアーが引っかかりそうです。ピンポイントで投げれる自信がないので、周辺に投げる。あの橋の下で釣っている動画を見たことあります。橋の反対側へ、橋の幅が狭いので、急いで渡ります。セーフでした。3インチ山線香に変えます。去年釣りを、初めて初期から使ってるワームです。よく飛ぶし。ふわふわ落ちるので釣れそうなんだけど釣れない。赤い色がいけないんだろうか。ん、何か落ちてる。先端が鍵状になってます。謎アイテムです。ゲームならきっとこれで何かします。こっちの方が足場が広くていいですね。近づく前にとりあえず一頭。太陽が昇ってきました。いろいろな鳥の鳴き声が響きます。さっきカワセミも飛んでました。カワセミ、水のあるところ結構どこにでもいるんだな。誰もいないかと思ったけど、あっちにヘラシの方がおりました。うーん、釣れる気がしない。移動します。再び橋を急いで渡ります。気持ちもう少し幅があると良いんだけど。車が来る、来るっけ。ギリセーフ。では当初のルートへ戻ります。なんと前回は通れた道が工事で通れなくなっています。ここが通れないと遠回りをしないといけない。いつまで工事なのか見てみます。令和3年の6月30日まで、結構早い。遠回りして向こう側へ行きます。ここも砂利道、タイヤの太い自転車でよかった。
お地蔵さんです。こっちから行かたりしないだろうか。赤い鳥居の目立つ神社がある。原付バイクに乗ったヘラシのおっちゃんが土手の方に進んでいったので、何か抜け道があるのかと思ったのですが、見ていたら立ち入り禁止の場所に入っていってしまい、参考にならなかった。やはり遠回りしないといけない。工事の場所を迂回して土手に戻ってきました。なるほど、ここまで工事なのね。前回降りた場所が丸々工事中になっています。あれが最後のチャンスでしたな。釣れなかったけど、結構朝早いのにもう工事してます。かなりの急ピッチです。では当初のルートを進みます。朝の交通量の多いこの道渡れるだろうか。自転車から降りて歩行者モードです。おお、止まってくれた。左から来る車に注意しながら渡ります。よし、渡れた。もう少し先で降りるつもりだったけど、 Google マップを見るにここからも道がありそうなので、ここから行くことにします。こんなところにもお地蔵さんがある。身代わり地蔵のようで、名前の書かれた外場が収められてます。引き続き進みます。グラベルロードなら走りがいのある道ですが、キジがおります。どこ？あそこです。見事な羽の色です。私が漁師なら撃たれてるところだぞ。ここだけ見るとどこの高原だって感じです。こんなところに麦畑が。うっそうとした場所に入ります。ここ車でも来れるようだけど、こんな狭い道車で来たくない。対向車来たらアウト。ではここに自転車止めて釣りをします。とりあえず一頭。川の流れで左に流されてしまう。堰の下側へ向かってみます。木があってここからは行けなかった。上から行きます。なんか水がよどんでいて、無数の小さな虫が飛んでます。さらに奥へ行ってみます。釣れそうな気配がない。感じの良い場所ではないです。夏はヤブ蚊がすごそうです。帰ります。一昨年の台風による洪水で魚の生息が変わったのではなかろうか。こんなところにも畑があるのがすごい。明るいところに出ました。ちなみにこの辺りは八方厳禁なので気をつけてください。撃たない撃たない。土手の下をぐんぐん進みます。ここでアクシデント。
何かが車輪に当たった。ロッドを入れていた傘入れの根元がぶつけたわけじゃないのに折れました。これがダイソークオリティか。スピード出してなくてよかったのと、ロッドが巻き込まれなくてよかったです。ここでロッドが折れたら泣いて帰るところだった。また道を渡ります。今度は横断歩道はないし、車の通りがさらに激しい。ちょうど車が止まっているので進んでしまいます。バイクのすり抜けには注意です。ふう、渡れた。釣り人がいないとそれはそれで寂しい。ポイントが見えてきました。ここが今日最後のポイントです。前回先行者がいて投げれなかった場所へ行きたい。残念ながら今日も先行者がおられました。車で来れるところはどこも人気だよね。せっかくの自転車なんだから車で行けないような場所へ行けばよいんだけど、自転車で行けるところは大概車でも行けるっていう悲しみ。とりあえずこの辺で一頭席の下を狙ってみます。ここも小さな虫がすごい。よりにもよって岩山の向こうに投げてしまうという。がっつり食い込んでしまったみたい。ああいうのが川底にあったらアウトだな。まあ見えていても引っ掛けるのがヒコボンクオリティ。がっつりいっちゃったな。しばらく奮闘するも外れず、引っ張って糸を切りました。さらば釣りを始めて一本目の山線香。切れたと思ったらスナップと針は戻ってきました。山線香は犠牲になったのだ。テンションダウンしたので辺りを散策してみることにします。あの山線香で釣りたかったな。しばらくしたら先行者が帰ったのでそこへ行くことにします。ここは足場が広くて投げやすい場所だな。川幅結構狭い。そこそこの重さのあるルアーなら対岸に届いちゃいます。釣れる気がしない。対岸に人も来たので帰ることにします。釣れなかったけど今日はここで投げることができてよかったです。山線香の無念は山線香で晴らすぞと誓う彦本であった。建物に横線が入ると木造っぽい趣になりますな。帰り道にある有名なラーメン屋さん、中華そば四つ葉で昼食にします。大通りに面しているのかと思ったら大通りから入った路地にありました。
特製四つ葉そばにします。1150円とお高めです。来ました、ラーメン。ごちそうさまでした。チャーシューが豚しゃぶみたいで美味しかったです。ここまで来たら釣り具の上州屋に寄っていきます。ケーリー山本の新商品山たぬきがあったので買ってきました。釣れる気しかしない。この瞬間が好き。いつも行くキャスティングにないものがあり、上州屋にないものがキャスティングにあるといった感じです。ただこちらの上州屋は来にくいのが難です。ケーリー山本の芋が落ちています。知らなかったら謎の生物と思うかもしれない。続いてタックルベリー。特にめぼしいものはなかったです。さらに先の万代書店の釣り具屋へ行ってみます。ここも特にめぼしいものはなかったです。というわけでこれにて今日のプランは終了です。釣れなかったけどなかなかに充実した一日でした。